はい、どうもマキエでございます。いやなんかねガチャとかもねあるけどさ、そんなにねその辺もガチャ毎回毎回ってさもうできないからさ、たまにはなんかもう進捗っていうか今こういうのやってますよって、そういうのでもいいんじゃねえかなっていうので、まあ、スターデイでやっていくわって。今なんか経営してるんだよね僕。社長になっちゃった、社長っていうか館長になっちゃったから、とりあえず今経営してます。経営が楽しいですね、すごいね。このイベント長すぎだよ、これ長すぎだよマジで、これやたら長い、これマジで。待って、雇用できる、あ違う、フック様、ドスクロのフック様が上位互換、フィドラの完全上位互換来ました、ありがとうございます。でこれさね、多分時期にこの真ん中、多分ね真ん中のやつ、この なんて言うんだろう、時間、働く時間と、あの人脈と、あとなんだろう、これなんだ、これ真ん中わかんねえな、あ経歴ちゃんとわかる、知識量みたいなんだけど、フックさんゼロだね、ダメだね。まあこんな感じでねやっていけばいいんだけど、これはねもうねわかんない、これ何が最適解なんだろう。とりあえずもうねなんかね、デバフっていうか、なんかよくこういうゲームってさ、なんかやべえやつあんじゃん、時間制限とかそういうの、ターン制限今んとこねえからさ、すごいなんやりやすい、ありがたいって感じでやってるね。でもさこれ長い、マジで長すぎる。まあやってて楽しいけど、どこだ、これだ、これ見て、何これ、遠いわ。でもね見て最後にさ、これもらえるの熱いよね、めっちゃね、これマジでいい。あと、あこれ購入しました、ありがとうございます、購入させていただきました今回も。であと1、今こっちはもうあれなんだよ。でさ、忘却の庭ってもうどうすればいいんだろうね、これ無理だよね、これ普通のやつやっても無理なんだよ。でね、星15新しくまたクリアしないとダメだから、もうね、あれリセットされないのかな、リセットされてほしいよね。あっちも見るか、あのさ、もうやっぱみんなね、ね、例え星2とか星3とかでも、なんかクリアしたよって言ってるけど、そんなのね、クリアしたことになってない。ね、ちゃんと3で埋めようって。混沌なんていいんだよ、まだ。2パーティーも作れねえって。でも60なんで、今80だからさ、一応、こうして、こうすればなんとかいけるかもしれない。一応、いけないこともないかもしれないけど、まあ何せよきついね。うん。ちょっとマジでこれ15、残り15どうしようかなって。すごい困ってる今。これ毎回毎回変わるようだったら、マジで気になるよね。積んでるから今さ。だから、ちょっと時期にリセットされる。いや、でもされないな、多分されないと思うんだよ。だからマジでこれは、もう今の諦めるしかない今のところ。これね。これ。でもどういうことって。展示品、これもね、長い。でも、これが欲しいだけなの。これが欲しいだけなのに。できない。あ、待って、あ、いける。いや、やるよ、それは。ちょ、待って、これでさ、いけない?銀狼ってかさ、今ね、僕ね、あの、キッチンでやってるんだけど、あの、マジでね、ゴキちゃん出てきたの。やばって思って、ゴキちゃん何度か探してるね。まあ、待機してる感じ。これね、やろう。これで、許可しよう。てかそう、俺、ね、これ、248、3万。さっきまで70万ぐらいしかなかったのにさ、やっぱね、勲行買うと違うね。うん。勲行神だわ。うん。これ、どっちがいい?陽子属性ダメ 4.8%。はい。まあ、これでいいな。もうめちゃめちゃ、銀狼をめっちゃ強化してる。で、とりあえずね、今適当に4つ。1、2、3、4って感じ。適当にやって、で、今ね、まだこれカンパニーじゃねえよ。カンパニーじゃなくて、タリアをね、やってる。これ。こっちはいいんだよ。でも、しめ縄の方が、いいの出なくて、今ね、あ、でもこれでもいいかなって思ったのよ。でも、これ何がダメだったかっていうと、2回ぐらい強化したときに、じゃ、2回だね。1回、いや、でもやってみようか。そこだかで、は
はい、さようなら。速度上がって、どっちだっけな、これだっけな、これがなんかね、防御力が上がったんだよ。マジであのジェーレより先にデバフ振りまきたいから、速度積みたいんだけど全然積めないから、ちょっとそこをね今やってる。締め縄のね、撃破特攻とか会心ダメとか会心熱とかその辺出て、で速度ね、メインが速度じゃなくていいけど、とりあえずそのサブで速度出たら全部速度に埋まるぐらいのやつで来てくれたら嬉しいなーって、ね、1上回るだけでもいいね、レアコイルと一緒。それでなんとかうまいことをやってるね。いつになるかわかんないけど、いつになるかわかんないけど。でね、どうだろう、なんかあったっけな、これ開拓レベルさ70が一応最大だけど、これってさ原神と一緒なのさ、上がんないよねこれ。開放とかあるのかな、実際に。まあいいや、うん、はい、ということでね、もう味気ねえって思うからちょっとここは引くわ。あ、頑張れない、頑張れないよ。前にやったらさすがにそんな運良くないからさ、これもないでしょ、これあるけどね、これ交換しちゃった、全部もう早いね、限界がすぐ交換しちゃう。でこれも燃料あれだし、あでもそうだね、じゃあ一回行こうか、あれに余ってもね、一応こっちしてるけど、さすがにこっちをしてないわけじゃないからさ、でも一応結構いいんだよね、もう結構いいっちゃいい。でも撃破特攻とかつけるなら、効果命中ってさ結局ほぼほぼ確定でつくようなもんだから、でもどうだろう、確定ではつかねえか、さすがに8何パーだっけ、でも95%あるからさすがに何パーだっけな、82% だから基礎確率なんだよ。 82% は前提として相手の効果抵抗によってね、多分ちょっと長っ、そうだ効果抵抗、うん、多分相手の効果抵抗によってあれなんじゃないかな、知らないけどその辺ガバガバなんだよな。まあまあまあ、まだオープンしてないの、別に、うん、これ一回こうやって適当に強化して入ってって会心ダメが伸びるとか、もうない、ああもうない、タリア行こう、タリア君の厳選しに行くわ。でもそんなあれだな、時間かけられないからな、ダメだな、やめよう。で、あ、いやでもな、係はね、一応この60になったから一応解放された、全部が全部解放されたけどな。いやまあこれいくか。でもねやっぱね、今思うとやっぱね、もっとあの花回るべきだったなーって思う、すごい。花マジで強化さ全然足りない、どうしよう、花行こうかな、花見てこれ全然150、あれ155冊もあればどっちか強化できるんじゃないか、こっちはまだ昇格数出してない、うわ35、うわわわあ、いける、一応いけなくもない、いやでもだったらこっち行く、いやでもこれはまあいや長くなりすぎるからいいよ、ちょっととりあえずじゃあ2回行こうか、2回いける、いやいけねえな、まあ行こう、とりあえず1回。いやまあね、これ見てる人がスターレールやってるかわかんないけど、どうしてスターレール、炎の槍を断ち切れ、すごいね、やっぱね、蝶と共に散れスターレイファントム、最初だから同じような気にするな、これは、ね崩壊っていう2倍速ってこんなもの、死んだんだよっていうの分かる、でも俺もねやってた、よいしょ、ね、今までなんかやってたやつ違うんです、これは一応崩壊さ、
ちょっとだけやってたけど、要領なくて結局やめたんだけど、ガツンとくるやつでいこう。やり方が違う、完全に違う。あっちは自分で動かしてる、こっちは勝手に動いてくるから、まあそこは圧倒的に違うけど、やりやすいよね。馴染みある。超と共に散れ、スターレイファントム。それでしょ、なぜそうだね。ポケモン、ポケモンだね。一番のね、相手が2倍速ってこんなもんね。よいしょ、ポケモンだよな、やっぱ、ね、順次はポケモンなんだよ。遅すぎることはない。パックは普通にアクションゲームだよ。ガツンとくるやつでいこう。運動がスキルと指下にあるやつ。炎の槍を断ち切れ。出るかね。やっぱね、もう一個のスターレイファントム、ゴンにね、邪魔ってなっちゃう。よいしょ、いらない、マジで今は必要ない、とりあえず。なんか、ね、せめ少なくとも天才が出て、で2倍速って、それでなおかつ武器とか HP とかを圧倒したとしても、武器は回復とか回復ダメージダメかで回復したりして、で頭は HP、ね、HP はそれそうだもんね。で、しっかりね、あの狙い違うと、攻撃力、パーセンテージ攻撃力とか回心回心に行ったため、あの激破特攻とか来たら嬉しいかな、うん。いや、さよなら。さよなら。お、いやでもこれどうだ、速度メインか。でも銀の別に火力も必要ねえんだよな、そんな。でもいや、もう一応撃破特攻スキルなら火力もちょっとずつ上げろって意味で、まあな、別に、あ、いや、あった方がいいな、積んだ方がいい、うん。でも速、まずだって結局こいつの仕事はデバッファーなわけなんだから、うん、アタッカーがいるならアタッカーに攻撃させた方がいいわけで、はい、どうしてなの、あ、もうない、もうないよ。でもこれちょっと期待も、ちょっとあのわずかながらの希望を感じるから、これは残しとこうかな。はい、ということでこんな感じで、そう、お盆な進捗動画以上です。ご視聴ありがとうございました。それじゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。